小川たまき知ったのはソリトンサイド B で。ああ、NHK でね。サイド B でね、あれを一緒にやってた、高野博さんが大学の先輩だったんですよ。なんかこう、そういうつまんない接点でもあると、いけるんじゃねえかなとか思う。高野博さん今 YMO とかでギター弾いてんだろ。そう、見た見た見た。いやいやいや、あの人は、まあ、あの人自身も歌歌ってて有名だったけど。うん、あ、なんだっけなんだっけ、ね、よくトップ10出てたよね。冬の歌歌ってたよな。そうだっけ、そうだよ。それがヒットしてたけど、あの人自身は、スタジオミュージシャンとしてもめちゃくちゃ有名な方なの。あ、そうなんだ。ギターが、ギターが上手いって、俺がギターが上手いとかっていうレベルじゃない、ような方ですから。俺のダウンストロークよりも上かない。お前よりは上手い。上手いよ。YMO と、小山田さんがいるでしょ、コーネリアスの。あの人の間に、ぐらいに入る方ですよ。4年ずつぐらい違うのかな。そう。いや、もっと離れてんじゃないかな。ダウンストロークの話したけどさ。ギターの、ダウンストロークしかしないんだよな、あの、松井常松って。松井常松さん。ボーイの。一発のプロじゃない、プロっつったらさ、チョッパーとかビビビビビとかやりそうなイメージあるじゃん。ね。ダウンストロークだけなんだよ。ベースを。ブン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 。いやでも、ボーイの音楽性的には、なんかそんなにベース凝ってるって感じじゃないっしょって。だってルートしか弾かないもん。ねえ。C、D、A。ぶっちゃけそうだよね。ルートだけだから。なんか全然デビットボーイの音楽性を引き継いでるって感じではないよね。ではないね。ボーイが撮ってた。全然ね。うん。もっと、ポップだよね。いや、だからさ、それ、あ、それでプロでいけるんだなぁと思って。味さえあれば。あ、味と、まあ、ヒットもあったからだけどさ。木村さんと、うん、ほんとに3の2人の能力がズバ抜けてたっていう話ではないの。いや、でも血流しながらダウンストロークだよ。それでルートしか弾いてないんだよ。ワーキングマン。ワーキングマンってなんだっけ、ビートエモーションに入ってるやつ。ベースソロの部分があるんだけど、うん、ルートをずーっと弾いてるだけの。ベベベベベベベ、8ビートで。潔い格好したな。うん。それでいいんだなって、ある種思うんだよ。まあ、だ、それが許される人と許されない。いや、まあ、それはあるけどさ。それだってさ、うん、名前も知れないような人間がそれをやってたって何の有名にもならんでしょ。それを歌ってみたとか、ニコ動とかに出しても、なんだこいつルートしか弾けなかったの話でしょ。もっと上手い素人がいっぱいいるわけだからさ。だからさ、その差って何なの？いや、やっぱ、うんじゃねえの？そのメンバーに、いたかいないかってめちゃくちゃでかいわけでしょ。ああ。そうか。巡り合わせっていうか、まあ、宝くじ引いたようなもんだよね。まあ、確かにそうだよな、ね。コメント欄に秋葉さんが、うん、まあ、来てます。胸です胸です秋葉さんが。秋葉さん。あ、ほら、秋葉さんのモノマネしないと。はい、秋葉人です。全然違う。秋葉王です。秋葉王。あと、マキさんから、ケンちゃんなんか久しぶりだなって来てます。ああ。どうです。マキさんから来たか。マキ聞いてんの？あと、ヤスくん、ケンさん大丈夫っすか？はい。俺は心配されてんじゃねえかよ。元気ですって言ってあげなよ。うつ病にはならないように。聞けましたね。みんな面白くなっちゃうからやめなさいよ。本当に。いやー、アキさんも頑張ってるからな。アキさんちょっと最近違うもんね。違う空気をまとってるなんだが。で、ほら、あの人はね、もともとめちゃくちゃ技術とか知識ある人だからさ。工場みたいな動画見ましたけど、すごいですよね。そう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 。そうそうそう。工場みたいなところ。ね。すげえためになるわ。うん。頑張りすぎたらポカーンってなる。気をつけたらいい。ケンさんはポカーンとなっちゃったんだな、頑張りすぎちゃってイベントは。あ、褒められてるって。褒めてねえよ。褒めて伸びるタイプなんですか？伸ばそう伸ばそう。いやー、いい歳でそれないよね。褒められて伸びちゃったりね。辛い辛い、すごい辛い。なんか辛い、そういう人辛い。
ワキさん褒めるとスタートレックの回に連れてかされる気が俺もギリギリで我慢ギリギリ我慢した ギリギリ我慢した。ちょっと無理無理って言っていやーすげえほら難しいのはさ、いや俺もめちゃくちゃスタートレックは好きなんだけど、コスプレをするまでに至らないわけじゃん、うん、ねえ、ここにこんな場所だね。制服持ってないの？出たや。お前はね、ネタで。でも、スタートレのそういうオフ会とか行かないでしょ、うん、いや、だって普段勤務してるからさ。僕NHK あの服で行くのかなと思って。それ面白かったね。予告を終わりでね、撮ったもんね。そう。見たら、やっぱ真面目な人だったんだと思って、うん。あの流れがあると良かったのにね。残念だったよね。さすがに干されたくないからな、俺は。いやだからさ、その、テレビだけ見てる人がさ、うん、できればね、その元の予告動画までたどり着いてくれると、うん、相当いいんだよ、ね。ジェットがその、スーツを着てるっていうことの面白さをね。まあ。なんで面白いの、そこに。面白いだろ、それまで館長の服着てる人。ネタを掘る感じだよね。そう。ネタを掘って本当に面白さはどこにあるのかを知るっていう、こう。やっぱね、前振りを知ってもらいたいじゃん。本当はね。ね、YouTube の人が NHK 見てくれるのもありがたいけど、NHK 見た人が YouTube を見てくれるっていう流れがあると本当はね、そういう流れがないからテレビ出にくいんだよね。そういうことだよね。そういう流れがあればテレビで多少むちゃくちゃされても、まあ許せるかなと思うんだけど。あれだってさ、ほら、本人さ、出てたけどさ、例えば、じゃあ YouTube のリンクが、出せるかとか、チャンネル出せるかって言ったら出せないわけじゃない。まあね、局的にあれは無理だから ね、しょうがない、ね。そこの難しさだよね。あのね、まああんま詳しくは言えないけどね、ムネさんがその iPhone 並んでた時のやつも、ちょっとまあね。でもまあね、割とそういう。そこにその既存メディアと YouTube の、を活用してる人たちの、まあ、ちょっとした溝はあるよね。どっちも流れ込むとね。そう、本当だから、まあ、基本的にテレビが YouTuber 扱うってことは、あんまりいい話じゃないよね。そうなんだよね。まあ、あのね、本人が出てるとこじゃない VTR の部分を見るとそう思えちゃうね。ネガティブな要素あったからね。まあ、意識の問題だよね。そういう感じなんでしょ、まあ、いや、だってテレビで食ってる人たちから見りゃ、そりゃ、そりゃ絶対だよ。そりゃ絶対そうだよ。まあ、何しろ全部タダだからね。ねえ。うん。無理、無理。あれに出たんですよ。ギズモードの番組にちょっと出たんですよ。はいはいはい。あ、去年。サナさんね。そう、サシャさんと、三浦さんが司会やってたやつで、それ、でもやっぱりすごい感じたんだけど、同列なんだもんね、もうね。テレビ立ち上げると、まあそうだよね。チャンネル選ぶっていうことがもうないわけじゃない。テレビを見るか、YouTube を見るか、アプリ使うかみたいな話だからさ。いや、絶対そうなってくるよ、家電は。ねえ。間違いなくそうなるよ。まあ、その受け手の方がそういう風なシフトがあるものね。そりゃそうなるよね。もう1年ぐらい前なんだけど、まあ、伊集院さんのラジオ聞いてたんだけど、その時聞いててすげえ面白いなと思ったのは、今テレビの中でさ、普通に芸能人がさ、この続きを YouTube でアップされたら大変だよみたいなボケがあったりするわけじゃん。もう YouTube 前提でいいのそこは、芸能人は。でもさ、暗黙の了解になってんじゃん。でも、削除するセクションは必ず絶対どっかにあるけれど、芸能人側からしたら、別に多くに見てもらった方がいいんだけれど、そこの、ね、そう、でもそこの線引きがやっぱり今すごい必要だなって思っててって言ってて、で、ね、とある映像作品を作ってる人がいるんですよ。で、その人が言ってた話だと、YouTube にアップされてると便利っつってた。自分が監督した作品が、シリーズが全部 YouTube にあると、インデックスされてるもんね。人にも伝えやすいし。だってね、仕事の時でもね、さっさと教えればそれで済むわけだもんね。で、仕事中でもストーリー見直すのに楽っつってた。そうだよね。だって、まあ、クラウドですわ。契約の体系によるじゃない、いくら金が入るかっていうのは。まるっと監督していくらだよって言われて、それ以上積まないんであれば。そうだよね。ねえ。だから、YouTube アップされてても関係ないわけだから。あろうがさ、うん、懐は変わらないわけだから、だったらそっち便利に使った方がいいって言いましたもんね。で、その時、伊集院が言ってたのは、多分自分のラジオをアップされるっていうことに関してそれを言ってたんだと思うんだよ。で、
気持ち的には、うん、できれば編集せずに CM をカットせずに上げてくれると、気持ち的には理解できる。なかなか、まだね、だねいい落としどころだよね、それね。落としどころとしては、多分それだったらまだスポンサーさんに説得材料として、まあ、違法でアップされてますけど、あなたさんの CM は入ってますよ、切れてませんよ、と。言うんだったら、言いやすいと。だから、本当だったらそこの仕組みは必要なんだと思うんだよね。だってさ、いくらさ、取り締まったって違法アップロードって絶対なくならないわけじゃん。うん、そうだね。この先も、うん。無理だよね。で、YouTube 自体がもともと違法アップロードで有名になってるようなサイトだから、そこが発端となってるわけじゃない、うん。で、芸能人がテレビに出れば YouTube の話をしたりとか、うん、YouTube で自分のライブ映像見たとかって言っちゃってるわけじゃん。うん、そう。で、それを考えたらやっぱり、取り締まる方向っていうよりは、やっぱりその容認しつつも、権利の問題をやっぱり何とかしてくべきだよなって話だと思うんだよね。YouTube はそこに関してはすごい力入れてると思うね。広がって、その広告料が俺に入るんだったらアップしてもらってもいいもん。そうそう。で、その、例えば、うん、まあ、使ってる BGM が既存の曲で、うん、その曲のリンクが貼られて、そっちに行くっていうシステムも今あるじゃない。その、第三者のコンテンツで一致しましたっていう、あれがあるからさ。うんうん、だから、まあ、そういう方向性になってくるよね、うん、この先、どん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 。で、テレビ側はそれを認めざるを得なくなってくると思うんだよね、この先。うんうん、まあ、ニコ動なんかさ、そういうマッドとか多いけれどさ、うん、すげえ、今多分グレーになってると思うんだけどさ、うん、それをその、取り消しをさ、その、要請するかどうかって、うん、要請側の判断で今単にさ、緩いとこと緩くないとこがあるだけかもしれないけれど、うん、いや、あの、マッドに関しては俺もずっと変わってなくてね、うん、基本的に、まあ、自分が著作権者じゃないっていう前提でだけど、面白くないマッドも全部死んだ方がいい。面白くないのはね。面白くないのはもう全部消えるべき。でも、そこなんだよね、結局はさ。うん、要するに、その、それがいいものかそうじゃないかっていう話の判断になっちゃうから、うん、だからその、もともとのそのクリエイターがどう思うかっていうのが割と大きいじゃない、うん、やっぱり権利を持ってるわけだから。うん、だからね、ジョージ・ルーカスなんかね、うん、スター・ウォーズモンのマットはね、認めてるんだよ、ね。今日の見たのもすげえ面白かったよ。あの、GoPro でさ、はいはいはい、あの、ダース・ベイダーの視点で。はい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 。ダース・ベイダーの視点でこうライトセーバーで戦うとこうなるみたいな、どっかが取り締まった時にジョージ・ルーカスはそのことやんなって、うん、そう YouTube が全部削除したことがあったの、ね、うん、そのジョージ・ルーカスがダメです、ね、ダメですよね、うん、そう、俺はだからそういう意味で先見の明があるよね。だけどまたほらあのディズニーのもんになったじゃん。そうだよね。会社が変わっちゃうとね、難しいよね。ああ、うん、そうなんだよ。だからそのクリエイターじゃなくてその管理の話に、うん、しかも一番厳しいところに移っちゃったからね。そうね。ディズニーの話あんまりしちゃダメだよ。うん、スターウォーズのオープニング変わるんだろうね、これから。シンデレラ城がデーンって出てる。そんなわけあるやん。デーン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 宇宙の彼方でってなんでマットになってんだよ。いやいや、誰かこれ聞いて作るから。あかんさん、終電がなくなりました。はい、僕もさっき気がついたので、でうん、スーッとこうそれ流してみたんだけどね。終電がなくなりました。いいじゃん、ハプさんともう会えないんだよ。いや、会えないとかね。